その衣装を待たせやよ、小川よ。あ、どうもお疲れ様です。俺と戦いたいんだろ、小川くん。なあ。おい。小川。おい。いつでも当たるって言ってんだ、俺。いつでも当たると。お前な、その辺のジェット一緒すんじゃねえよ、俺の。お前。ヘズマリュウさんに免許改善していただいた、畑浩二です。のれん分けされました。これはジョーカーやマリオも成し得ない異常でございます。おい、戦いたいんだろうが、俺と。おい、やったるぞ、ほら。おい、愛媛かリバゼコかどこでも行ったるぞ、おい。お前のためならさ、お前のためなら俺も金も惜しくないよ。そんなに、そんなもん。まあ、中途半端な気持ちであったら失礼なのは、この前言ったじゃん、スペースで。なあ、やったるぜ、おい。まあ、中途半端な気持ちでやってるならさ、それこそジャリだろ。やったるぜって言ってんだよ、俺。なあ。なんでもいいぜ、俺。もう、ポーカーでも、ゲームでも。よけて立ちますね。私。犯罪行為はしないですから、僕、犯罪行為はね。犯罪行為したらもう終わりですわ、それは。もう YouTuber じゃないですよ、そんなやつは。私、何喋ってるか分かんねえから。うるせえよ、お前。何言ってんの、高見殺しよ、おい。おい、クズ。ん？クズ野郎。はい、クズでーす。はい、クズでーす。お前、吉原先生にお前おごってもらって裏切るんかいな。お前、人気外れのクズ野郎がよ。おい。殺し。はい、ご苦労様。人気外れだわ。ちょっと許せねえわ、お前のやり口は。小川さんはまあいいわ、とにかく。おお、骨があるからさ、小川さんは。お前許せねえわ、お前のやり方はよ。あたさん。十何万おごってもらって、それか。ああ。はたさん、なめんじゃねえぞ、お前。はたさん、ゴリシ。はたさん、はい、ご苦労様です。俺は小川さんを尊敬してます。はたさん、ある意味大ファンです、僕は。はい、はたさん、はい、いいっすか。はい、あ、吉原さんと飲んだの楽しかったっすか。飲みました、楽しかったっす。20万円もおごってもらいました。でもそれは、吉原さんの給料だから、小川君やゴリシ君がガタガタ言うことじゃねえんだろ、おい。面白い。はい、もう300万円。はい、300万か。お前、人の人生より300万か、おい。なあ、小川。おい。民事でも刑事でもやってくれよ、おい。ちょ、お前、呼び捨てするのやめえよ、ボケ。お前、誰にもないよ。なんじゃ、俺。はい。こっちは、だってシェルターにいるようなもんだからよ。てめえのミサイル飛んでこねえんだわ。なんならあってもいいぜ。いつでも行くぜ。いや、ちゃんと喋ってくるね、ハキハキ。おい、脇原さん来るか、神楽坂の。おい、来るか、うん、俺が言ったるか。お前の格上なら前に止めるわ。お前の格上だわ、さすがに。さすがにね。うん、ドンブルビシのクソよりは格上だわ。だから、舐めてるわけじゃないんだよ、俺は。舐めてるわけじゃないんです。小川さんも舐めてるわけじゃないんです、本当に。格上なのは認めます、そこは。あとさんよ。しかし、あとさんよ。ゴルシーの人気判定が許せないんですわ、僕は。あとさんよ。あとさんよ。はいはい。はいはい。あのさ、呼び捨てすんのやめてくれない？ごめんなさい、おばさん。いや、ゴルシ君の人気ハズレがどうしても許せれないですわ。これ分かるでしょ、おばさんも気持ち。あたさん、はい、はい。警察からなんか、